ね、まあ、誹謗中傷みたいなのとか、まあ、自分に対しての批判みたいなのが、まあ、すごくね、昨日とかも繰り広げられてて、自分としてはね、心外なんですよね。で、結構ね、多くの方に、やっぱり今でも、配信上げると最近とかやっぱ2万再生とか、一時期は1万再生いかなくなったんですけど、最近とかはまたちょっと戻してきて、すごくありがたいなと思ってるんですけど、それでも、前はね、上げれば3万5千再生ぐらいだったんですけど、なかなかね、皆さんが皆さん戻ってきてくれるわけではなくて、すごくね、またその中では、あえてこう、なんですかね、たくさんの人間が、まあ、自分に触れてくる、触れて、なんか批判を、誹謗中傷、批判をしてくるんですよね。で、そうやって言うこととかで、やっぱりね、自分を応援したり見たりしたりとか、それを話題にすることで、ちょっと怖いみたいな。で、なぜ小山敬吾を多くの人が、そう、称賛しないのかとか応援しないのかっていうところで、一般の、すごくね、普通にっていうか、生きてる方々は、で、応援しにくかったり、ね、なんていうんですかね、いかにもその YouTube の配信者って自己顕示欲がすごく強いと思うんですよ。ね、立身出世欲とか。で、そこで、またなんかかなり、不良系とか、またなんかもうちょっとタチが悪い。で、喧嘩は別にそんな強くないかもしれないけど、もう喧嘩が強くない分、口がもう、なんていうか、なんていうんですか、達者っていうか、ね、意地が悪いっていうか、ね、そういうのでちょっとめんどくさいみたいな。だからそういう人間たちがたくさん自分を批判することで自分のね、を応援しにくいっていうことで、視聴離れとかが起こってると思うんですけれど、当初から自分は、国民所得倍増計画とか、ね、国民所得5、6、7倍計画とか、って言って、人々のことをすごく思ってます。で、自分に富を、渡したくないみたいな、ね、お金持ちになってほしくないとか、ね、そういうふうに思ってる人間がすごくたくさんいるんだな、とか、いうふうに思ってます。ただ、今自分が、応援されないのは、そういうすごく、批判されるから応援しづらい、ちょっと怖い、小山敬吾を応援するのは怖いっていう人もたくさんいるんじゃないかなって、自分は思ってますんで、そういうことにも、自分が負けないことで、きっとね、たくさんの人がこれからもっともっと応援してくれるんじゃないかと、くれるんだろうと、くれるんじゃないかということを思っておりますので、